それでは宵間ちぐさはもういきなり縦書きいきましょう、この中に山かっこというのは名詞でくくれるところ中学生でもできると思います。2か所見つかるでしょうか。どこが山かっこでくくれますか。もういきなり最初ね、頭から待てど暮らせど来ぬ人、これ山かっこ。山かっこっていうのはだから皆さんがこれからの、いろんな文章を読むときもね、日本語で面倒くさいのこれなの。ついでに言うとこれは人でくくれるけど、特に多いのはこと、もの、あとはのでくくれるような山かっこってね、文章あります。うわなんか変な文章ねと思ったらね、こととかのとかくくれるところを探してね、カッコつけるだけで本当に読みやすくなる、日本語って。だって難しいところそこですから。で、もう一つ大事なのは、丸カッコってある。丸カッコっていうのは独り言。心の中で言っている言葉が埋め込んでる。で、前の初恋と比べたら、こっちの方がもっと内面的なものがある。で、問題はこれ、さっきの誰がいつどこで何してるの。誰がいつどこで何してるの。これ誰がいつどこで何してるの。分かる。誰ですか。これは男の歌か女の歌かどっちも通用するかもしれない。で大抵の人は竹久夢二って男だからな。でも竹久夢二って女っぽいから女のつもりで歌ってるのかな。だからどっちでも可能だと思います。男だと思う、女だと思う。で待ってるよね。で、問題は丸括弧っていうのは待てど暮らせど来ぬ、このどっていうのは待っても待っても暮らせ待っても待っても待ってもの来ぬ、待っても待っても来ない、待てど暮らせどっていうのはね、もう組み合わせになっちゃってるけど、待っても待っても待っても来ないな、待っても待っても来ないな、女の方がいいかもしれないね。そうすると待てど暮らせど来ぬその人をどうしたんだよ。で私は待っても待っても待っても来ない人をどうしてんだろう。どうしてんだろう。どうしてんだろう。待ってる待ってる待っても待っても来ないけど待ってるわっていうね。それが来ぬ人を点点点点点点丸ってつないで、これ何を想像するかね。どういう立場で待てど暮らせどこの人もう帰ろうって言うんじゃないんです。で宵待ち草ってのはシャレで待ち草、草は待ってる、待つっていう草、宵を待つ草っていうかね、だから早く夜になるのを待つんだっていうそういう草の名前で、そこも山かっこつけると宵待ち草のやるせなさ、やるせなさっていうのは自分の気持ちのやり場がないっていう、なんとなく気持ち持て余してんのやるせない。ところが困ったことに宵待ち草のやるせなさがどうしたんだよ、どうしたんだよって言わない。つまり待てど暮らせどこの人を点点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 点宵待ち草のやるせなさ点点点点点点やるせなさがと入れるかな、なんとかを宵待ち草のやるせなさがどうしてくれんだよ。これもよくわけわかんない。で結論言えば文章とは違うから詩っていうのはわざとそこを省略してるの。でその分だけ言葉の響きで何かを連想するものを連想する。だから言葉が並んで何かイメージが湧いたらそれが言葉の響きとして美しければどんな思いを込めてる。ただオチが面白いんだよね。ああ待っても来ないなって言うと、ああ宵待ち草もあるのかいこいつもなって見たのかもしれないという設定でもいいし、宵待ち草ってもうそんなのかなって考えたのでもいい。で最後は鍵がつく。鍵というのは誰かが喋った、誰がし何て喋ったか分かります。鍵か誰かが何か言ってます。でそうなんていうのはそうなんとかだ、そうだ、そうだとそうないでしょね。で今宵は今晩は月も出ない、今宵は月も出ぬ、あの人も来なければね
酔い待ち癖もあるけど、あの人は結局来ないのかな、月も出ないしなって、寂しい歌ですけどね。だから今宵は月もってこの方がね、なんでもですか、月も出ない、他に何か出ない、やっぱ出ないから待ってる人は来ないんじゃないか、月も出ないっていうからな、やっぱり来ないのかなって、こういうのがね日本人好きなんです、なんとなく。でもなんとなくね、こういう歌を作ったっていうのは別に本当に辛い人は歌なんか作んないで泣いちゃうんだよね。だからある意味じゃちょっと待たされた気持ちをこういうふうに書くことによって、ある種のサディスティックな快感とかあります。ちょっといじめられて、結構いじめられるの好きだよ、バカなんて言われると、やってもいいやってね、なんかそういうのがあるんじゃないか、ちょっと面白いですね、だからそういうね、そこはちょっとしゃべってる。だからそこがあの文学で、本当つらいつらいって言ったら文学にならない、つらいけども、なんかそういう気持ちも、やっぱりある種の自分の一時の思いなんだろうなってね、それちょっとこうしゃれた思いなんだと思いますね。あの竹内さんイメージの絵って見たことあります？こちらは本当に無視してますけど見たことある、ふにょふにょって女の人がよじれたような女の人が細くてね、なんでこんなよじれてるんだろう。あのモジリアーニって、モジリアーニの影響を受けてるんだよ、モジリアーニしてますよ、首の曲がった女の人、あの人がモジリアーニって気にしててメモしてね、モジリアーニ竹内さんイメージ、モジリアーニという画家がいる、そんなことも考えてみると面白いかもしれないですね。で、あとはアクセント確認、マテドのマネ、マテドのサモンというのはアクセントマネじゃん、これはマテドになってるけどね、歌はね、マテド暮らせる、でこのマがアクセント、言葉としてはマテド、ところは歌としては待てとってなるから、でも頭のままどうやってその強さを出すか、意味的みたいな、音に流れちゃうとこっち上がって終わっちゃうんだけどね、でも待って音が難しいかな。あとは暮らせる、アクセント高々、どのアクセントが大事か、暮らせる、暮らせる、せる、くじをくでもらでもなくて、せ、暮らせど、こぬ、こぬの子、これもアクセント、こぬ人、人のと、人じゃなくて、ね、読む場合には待てど、暮らせど、こぬ人、やってみましょう、せ、はい、待てど、暮らせど、こぬ人、酔い待ち草のやるせなす、これなす、なす、アクセント、やるせなす、このなの否定のなの、やるせない、このなの音が否定だから、これがあの辛さ、そんなことはない、そんなことはない、そんなことはない、このなの音をしっかり出すと否定がはっきりする。やってみましょう、酔い待ち草のやるせなさ、せー、はい、酔い待ち草のやるせなさ、なさ、大人が無理しようって感じになるんですよそれがだから言葉の強さっていうのは、本当に音を一点強めるだけで気持ちが動くんです。だからアクセントの大事さってね、そこにあるね。で今度は今宵は月、これどう、こんちきしょうっていうのはどの音って、今宵は月も、月もの記念、今宵はのは、今宵と月はね、波線をつけてください。今日の夜は月も出ないそうだ。で、この和っていう助詞と、もっていう助詞は副助詞といって、その前に来る言葉の意味が強いんです。今夜は月も出ないって言ってるよ、ああ、こんちきしょうってね今宵は月も出ぬそうだ、この出ぬので、
これも黒丸。もう一回読みますね。今宵は月も出ぬそうな。せーの、はい。今宵は月も出ぬそうな。月だって出ないんだから、あの人だって来るわけねえよなってね。男風に言うとね。この辺行くとやっぱ男の歌かな。前の方だと女の人かな。でも大体待たされるのは男に決まってるんです。ね、中には女性でね、今皆さんに教えておくと、ね、ちょっと待たした方がいいんだとかね。男は少し待たした方が、ね、気にしてくれるからいいとか、ね、そういう計算の人いますから。まあいいな。ということを含めて、いやもう一回歌ってもらいます。お願いします。おすすめをしておきます。これ、休憩をお願いします。ありがとうございます。はい。